シンガポールケーブルカーは、シンガポール南部のマウントフェーバーから、ハーバーフロントを経由し、戦闘佐島まで運行されている、シンガポール島と戦闘佐島を結ぶ作動である。運行会社では、ケーブルカーと称しているが、日本の観点では、ロープウェイである。イギリス英語では、ケーブルカーという言葉で、作動を指すこともある。1974年2月15日に開業した。 ロープウェイでシンガポール島と先頭差島を結び、港の上空、海を越えて行く。それぞれのキャビンの定員は大人6名で、一方向で1時間あたり、最大1400人輸送することができる。ケーブルのすぐ上にある電話線に27個の赤色の航空障害等が取り付けられている。前線投資での所要時間は12分である。 ジュエルボックスステーションから先頭座の料金で先頭座、自前の入頭料は含まない。入頭料は2シンガポールドル。1983年1月29日、パナマ船籍の石油採掘用の船がロープウェイの下を通過した際に、ケーブルに当たってしまい2つのキャビンが55メートル下の海に落ち、7人が死亡するという事故が起こった。現在は、 先頭佐島とシンガポール島に橋もかかり、大きな船がロープウェイの下を通過することはできない。ありがとうございます。